トレンズ川とエルダー公園、トレンズ川は、オーストラリア南部アデレード市内を流れる、全長6 0トル余りの川である。アデレード北東部のバロッサバレーに源を発し、アデレードの CBD 北部を貫流。ウエストビーチで、セント・ビンセント湾に注ぐ。流域面積は6 2 0トル、大小の支流を合わせた川の総延長は1 0 0 0トル程度とされる。 東部はブドウをはじめとする果樹園、西部は都市化、宅地化が土地利用の大半を占めるため、化学肥料や生活排水による不栄養化が進んでおり、一部では園外も報告されている。アデレードの水道水の約20%を供給する重要な河川であるため、州や流域の地方自治体で TCWMB を結成し、 流域内の総合的な水資源の有効な利用法や汚染対策に知恵を出し合っている。アデレードが建設された当初はトレンズ川を利用した水運も重要な交通手段であったが現在実用的な船舶の航行はなされておらず観光用の遊覧船ポパイが航行するのみである。トレンス川沿いに広がるエルダー公園は美しいアデレードの街並みを象徴するものの一つで 散歩やサイクリングを楽しむ市民の憩いの場となって、いるだけでなく、文化行事や祭りなどが開催される場所ともなっている。ありがとうございます。